私疲れた。いや、こんなに広くもないし複雑でもなかったはずなんだけど、なんか壊されたりいろいろされたりで町の作りが変わりまくってて、結局ここまでお姉ちゃんたちにも会ってないし、ひょっとしてもう3人でやっつけちゃってるんじゃない？こっちのノワールちゃんたちってそんなに強いの？あ、すごく強い。まあ私には劣るけどね。てかそんなことになってたら私が戻ってきたの完全に無駄足？いえ、ネプチューヌさんは帰ってきたんだし、無駄足ってことはむしろ問題はなんでこいつを一緒に連れてきたってとこよね。やっと来たの？遅い！寝坊！ごめんなさい！びっくりした。ああ、レイさんだ。まったく、この私をこんなに待たせるなんて。こんなだったらもっとこいつらで遊んでればよかったわよ。こいつら？お姉ちゃん？な、何？もしかしてやられちゃったの？お姉ちゃん、うわー、ベールさんが死んじゃってる。いやいや、気絶してるだけだから。これあんたがやったの？へえ、死んでなかったんだ。結構本気でやったんだ。ほんと、女神って生命力だけはしぶといよね。まるでゴキブリ並みだわ。あんたが、お姉ちゃんを？あら、あんたは見た目もそれっぽいわね。色といい、触覚といい。誰がゴキブリですって！なんで微妙に距離を空けてるんですか！ジュニちゃん、ふざけてるんならどっか行ってよね。なんで私が悪いみたいに言われなきゃ。お姉ちゃんをこんなひどい。そうだよ、なんでこんなひどいことするの？みんなをやっつけたり向こうの世界を壊そうとしたり。なんでも何も、私は最初から言ってるじゃないの。女神なんて必要ない。女神の作った国なんてなくなってしまえばいいってね。あれ、そこまで過激なこと言ってたっけ、こっちの人は。とにかく私も本気で怒ったから絶対許さないからね。ほう、許さなければどうだって言うのかしら。そんなの決まってるよ。力ずくであなたを止める。そして二度とこんな真似ができないようにしてあげるわ。女神のくせに舐めた口を聞くわ。ひょっとして向こうの私を倒したからね、調子に乗っちゃってるのかしら。そこに倒れてる女神だ。束になっても手も足も出なかった私に対して。あなたの強さは認めるわ。でもこちらもいろんな意味でさっきの3人とは違う。さあ、フルルン。ほんと、こっちのノワールちゃんたちは向こうのノワールちゃんたちとは違うけど、でも私以外の人がこんな風にしちゃうのは嫌だっていうか。フルルン、何をブツブツ言っているの？頭こんがらがってきちゃった。もういい。
私の大事なものに勝手に手を出したんだもん。問答無用でお仕置き。そう、シンプルに考えればいいのよね。やばい、また出てきた。もう落ち着きなさい。味方としてならあんな心強い人はいないはずよ。ほら、私たちも。お姉ちゃんに勝てなかった相手だもん。気を引き締めていくわよ。女神の中でも出来損ないの連中がわらわら。ま、生かしておいても煩わしいし、まとめて消してあげるわ。めんどくさいけど。出来損ないですって。うか、言っとくけど、私たちが本気出したらお姉ちゃんなんか目じゃないんだからね。忠告してあげる義理はないけれど、あまりこの子たちを見くびらない方がいいわ。あんなこと言われちゃったら頑張って見返してやらないとね。一番頑張った子には私からご褒美をあげるわ。ご褒美？私はいらないわよ。ユニちゃんがもらえばいいわ。私だっていらないわよ。そんな。グリル、味方を萎縮させてどうするの。ごめんなさい、反応が可愛いものだから。いつまでふざけたおしゃべりをしているのかしら。まったく、女神って生き物はいつどんな状況でもピーチクパーチク。いい加減に覚悟を決めなさいよ。そんなものを決める必要はないよ。勝つのは私たちなのだから。そっちこそ覚悟を決めるのね。あなただけはいくら泣いて謝っても許してあげないから。でも、私だって。もう始めちゃっていいの。しびれさせてあげる。なかなかいい顔をするじゃない。一気に決めさせてもらう。あー、もらっちゃう。なんで私が。私には負けられない理由があるのよ。勝負あり、ね、なかなかタフだったわね。少しは楽しめたわよ。やったー、私たちの勝ちよ、ラムちゃん。私が女神なんかに、女神なんかに、私が女神なんかじゃないわ。私は女神様。さあ言ってごらんなさい、その汚い口で。あの倒した相手に攻撃するっていうのはちょっとどうかと。いいのよ、この人はそれだけのことをしたんだから。二度とこんな老いたしないように体に教え込んであげないとね。でもいいんですか、ネプテューヌさん。プルルンはそうなったら止めるのは至難の業よ。好きなようにさせておきましょう。
こいつ、いきなり笑い出して。もしかしてあの程度で壊れちゃったの？本番はこれからなのに。いいわ、いいわよ。あんたたちの勝ちよ。この場は負けといてあげるわよ。何言ってんの？負け惜しみってわけでもなさそうだし。まさか次があるとでも思っているの？ええ、だって全然終わりじゃないもん。この地球、私の思いは終わらないわ。あら、まだそんな力を残してたのね。出し惜しみしちゃって。やだ、あの光なんか怖い。尺だけど、これはあんたに預けるわ。おや、任せとけって。あなたはクロイース？クロワールだ。人の名前くれちゃんと覚えとけよな。これで私はまたどこかで。倒れちゃった。ちょっと大丈夫？生きてんの？死んじゃいねえよ。ただ中身が空っぽになっただけだって。ねえ、クロイースはその黒いのをどうするつもりなのかしら。だからクロワールだっつって。あー、もういいや。そうだな、また邪魔されたらつまんねえし、お前らのいない次元にでも持っていくかな。私たちのいない次元？じゃあな、二度と会うこともねえだろうけどよ。待ちなさい、あなたの好きにはさせないわ。待てって言われて待つバカがいるかよ。あー、迷った。消えちゃった。え、結局どうなったんですか？これって、私たちの手出しができなくなってしまったということ？へえ、それじゃ全然ダメじゃない。全然ダメということはないわ。この世界とプルルンの世界が平和になったことは確かだし。でもなんだか消化不良ね。欲求不満になっちゃうわ。ええ、釈然としない終わり方ね。一番釈然としないのは私だよ。あのそんな大声を出されると耳がキーンとして。ごめんなさい。 いえ、大声くらい出しますよ。出したっていいですよね。あの、もっと小さい声で大丈夫ですよ。ちゃんとお二人には聞こえてますから。本当ですか？ちゃんと私の言いたいこと伝わってますか？大丈夫大丈夫、ちゃんと分かってるってば。ブルルートさん、これ以上怒らせないでください。だって眠いし。ほら、私たちかなりの激戦をくぐり抜けた後だしさ、少しくらい休ませてくれても。あれから何日経ったと思ってるんですか？いい加減お二人はサボりすぎです。そっちもお仕事頑張ってくれないと光の道作れないんだよ。私会いたいけどさ、もう子供じゃないんだし、ほんの数日くらい会わなくても。そっちは数日でも、こっちは何年も経ってるの。
私はこのままこっちでもいいかな。のんびりできるし。よくないです。ピースちゃんもアイエフさんもコンパさんも寂しがってますよ。うわ、そっか。でも何日か会わないくらいだったら。だからこっちは何年も経ってるんですってば。なんだかすみません、こっちのプルルートさんのせいで大変なことに。いいえ、こちらこそ。こちらのネプギアさんがお騒がせしてしまい。そんな、確かに騒がしくはありますけど、お仕事は真面目にやってくれますし、私としてはこのままネプギアさんが残ってくれた方が助かるくらいです。それはこちらが困りますね。プルルトさんがいるとネプテューヌさんはますます仕事をしないようですし。さすがにネプギアはかわいそうだし、そろそろ真面目に働く。プルルン、それじゃあお昼寝が終わってから。